竹沢健介は、日本のもと、陸上競技選手。専門は長距離種目。兵庫県姫路市出身。宝徳学園高等学校、早稲田大学スポーツ科学部卒業後、SB 食品を経て、住友電工所属。北京オリンピック及び、世界陸上競技選手権大阪大会日本代表。2019年4月大阪経済。 大学陸上競技部ヘッドコーチ就任。小学生の頃テレビを通して、早稲田大学、渡辺康幸の活躍を目の当たりにし、渡辺と、渡辺が着ていた早稲田大学の演じンン色のユニフォームに、憧れ箱根駅伝を走りたくなったという。中学では、陸上部に入部し、全日本中学選手権1500メートル5位、3000メートル4位など、全国で活躍する成績を残した。 法徳学園高校時代には、後に、中央学院大学に進学する、木原雅人とは、高校の同級生であり、チームメイトであった。2004年、高校3年時に出場した、島根インターハイ5000メートルでは、目クボジョブモグス、佐藤祐希、サムエル・ワンジル、佐藤秀和、サムエル・ガンガラ全国の競合と走り、8位の成績を、残した。 第55回全国高等学校駅伝競争大会では、ジョン・カリウキ、モグス、佐藤秀和、宇賀地京、佐藤祐希ら各校のエースが集う一区を走り、この大会において、宝徳学園高校は、全国4位の成績を残した。2005年は瀬田大学進学後は5月21日、ゴールデンゲームズインの部岡5000メートルで、 男子ジュニア日本歴代9位となる13分45秒95をマークすると、関東インカレでは1万メートル10位5000メートル6位、全日本大学駅伝予選会では、各大学の競合が集う最終4組で2位、日本インカレでも5000メートル4位1万メートル5位と、1年生ながら、早稲田大学のエースとして、活躍をし始めた。第82回箱根駅伝予選会では、 個人3位に入り、早稲田大学予選突破の原動力となった。翌2006年1月2日、第82回箱根駅伝では肉区を任されるが1時間09分55秒の区間11位となり、雰囲気に飲まれてしまったという箱根デビュー戦となった。2006年4月1日、福岡で開催された第34回世界、クロスカントリー選手権に、伊達秀明、 今井正人、佐藤智之らと共に、日本代表として出場した。6月11日第75回日本インカレ5000メートルでは13分30秒96の大会記録を更新する走りで、モグス、佐藤祐希に次ぐ3位入賞を果たした。8月30日、イタリアロベレート国際大会5000メートルでは13分22秒36で走り、4位に入った。 これは、当時の日本歴代3位、学生歴代2位の記録となった。年が明けて2007年1月2日、第83回箱根駅伝でも前年に続いて2区を走り、6人を抜き3位まで順位を上げるともぐすらを抑え区間賞を獲得した。1月21日、第12回全国都道府県大公団市、駅伝競争大会では、大学生、 社会人混合区間である3区にエントリー。2番手でタスキを受けると序盤から飛ばして先頭に立ち、大森りテ上野雄一郎に次ぐ、区間3位でまとめ、兵庫県代表として優勝を飾った。4月29日には、アメリカスタンフォード大学で行われた、カージナル招待において27分45秒59を記録し、 世界選手権の参加標準記録 A を突破した。またこれは、渡辺康幸の持っていた1万メートル日本人、学生記録を12年ぶりに塗り替えるものであり、日本歴代9位となる記録であった。6月10日、第76回日本インカレ5000メートルでは、松岡裕希、高橋裕太、上野祐一郎らを交わ優勝を飾った。続く6月30日、 第91回日本選手権1万メートルでは28分56秒27で走り松宮高幸に次いで2位となり、世界陸上選手権大阪大会代表を確定的なものにした。同年7月28日、ベルギーで行われたナイトオブアスレチックスの男子5000メートルにおいて11位となり、13分19秒00を記録した。 これは、高岡女性の持っていた5000メートル日本学生、記録を15年ぶりに更新するものであり、日本歴代4位となる記録であった。4月の1万メートルとこの7月の5000メートルの記録は、北京オリンピックの参加標準記録 A を突破するものであった。8月27日に出場した世界陸上選手権1万メートル決勝では、 ケネニサ・ベケレが27分05秒90で圧倒的な強さを見せ大会3連覇を飾り、竹沢は日本勢最高位の28分51秒69の12位となった。11月4日、第39回全日本大学駅伝では2区を走り、ラストスパートで松岡祐希、宇賀地強を振り切り区間賞を獲得。 また37分42秒の区間新記録を樹立した。11月22日、この年から男女混合レースとなった第19回国際千葉駅伝では5区を走り、エチオピアゼーラを抑え区間賞を獲得。日本チームの優勝に貢献した。2008年第84回箱根駅伝前には抱えていた故障が悪化し3区にエントリー。 痛み止めを注射した状態で7人抜きの力走を見せ、区間賞を獲得。早稲田大学12年ぶりとなる、往路優勝に貢献した。2008年度には、早稲田大学競争部首相を務めた。その後目標を、北京オリンピック出場に定めた。故障が続き、練習が積めない状態が続いたが、第92回日本選手権5000メートルに出場。 残り1周からラストスパートで前をかわし、残り100メートルでは13秒台のスピードで先頭を追いかけ、松宮隆行に次ぐ2位に入った。この時の感想を大学に入るまでは遠い目標だった。まだ決まっていないけど、今はちょっと夢見心地と語った。この五北京オリンピック男子陸上日本代表に選出された。 またこれは1964年東京オリンピックに参加した猿渡り武士以来44年ぶりの現役の箱根駅伝ランナーの五輪代表選出となるものであった。同年8月17日、北京オリンピック1万メートル決勝では、ケネニサベケレ、ハイレゲブレセラシエラと走るも、中盤でのペースアップにはついていけず、 28分23秒28の28位に止まった。8月20日、5000メートル予選3組では、ベケレラと走ったが、13分49秒42の、同組7位に終わり予選突破はならなかった。2009年1月2日、最後の箱根路となる第85回箱根駅伝では、前年に続き3区にエントリー。 6番手でタスキを受けると1キロ2分45秒のペースで入ると藤沢までの間に2位に浮上し先頭を行く山梨学院大学を猛追。戸塚中継所では3分26秒あった差を16秒に縮める走り2006年佐藤裕樹が樹立した区間記録を32秒更新する1時間01分40秒の区間新記録で区間賞を獲得した。 この後、早稲田大学は2位となった。4月1日 SB 食品株式会社に入社、社内留学制度を活用して、早稲田大学大学院に進学した。6月には、世界陸上選手権代表選考を兼ねた第93回日本選手権5000メートルに出場し、高い気温の元カカに序盤より選考したが、同社の1年先輩。 上野雄一郎に交わされ2位となった。11月10日のアジア選手権5000メートルに出場し4位となると、11月23日には2年ぶりの出場となる第21回国際千葉駅伝において3区を担当肉ク林バ里子から助けを受けると序盤から後続を突き放して第19回大会と同様に赤羽由紀子へとつないだ。 大学の後輩で日本学生選抜矢沢洋らを抑え三国勘賞を獲得日本代表として優勝を飾った12月12日中国香港で開催された第5回東アジア競技大会1万メートルに出場しラストスパートで勝負を決め30分18秒91のタイムで優勝を飾った2010年1月24日 第15回全国都道府県大抗男子駅伝では7区アンカーを務めた。1位通過、埼玉から46秒差、3位福島の佐藤敦史と、ほぼ同時の4位で助けを受けるとともに先頭を追い上げた。11キロ過ぎに埼玉をかわすと、残り300メートル付近から、ラストスパートで佐藤を振り切り、受信2度目。 兵庫県チーム3年ぶり3度目の優勝となるゴールテープを切った。2010年6月4日、第94回日本選手権1万メートルに出場。レース中盤で後方から徐々に順位を上げ、最後の直線で北村里氏をかわして大会初優勝を飾った。2012年1月22日の 第17回全国都道府県対抗男子駅伝で2年ぶりに7区アンカーを務め、自身区間賞を獲得する階層で、自身3度目となる、兵庫県チーム2年ぶり4度目の優勝に貢献。しかし、北京五輪に続く同2012年のロンドンオリンピック代表選出はならなかった。2012年9月1日。 SB 食品陸上部が、翌2013年3月末での廃部が決定。SB 食品の所属選手、スタッフは、陸上部を新設した DNA に移籍したが、これを辞退した。2013年3月に、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科修士課程を終了。SB 食品退職後は、実業団に所属せず、 姫路市立教登録で大会に出場していた。2013年7月に住友電工へ入社し、2015年4月からは住友電工陸上競技部監督に就任した大学時代の恩師である渡辺康幸から再び指導を受ける。住友電工ではチームを2014年元日のニューイヤー駅伝初出場に導くなどの活躍を見せた。 本人の申し出により、2016年度のシーズンをもって、現役を引退する。2019年4月大阪経済、大学陸上競技部長距離ブロックヘッドコーチに就任。法徳学園高校時代の恩師であるコツルタに、国広元大業大陸上競技部監督の後を継ぐ、形で長距離選手の指導に当たっている。太字は、 自己ベスト、評柱の順位は全て当時のもの。ありがとうございます。